主力ロケット H2A の後継機で開発は終盤を迎えています。 JAXA と三菱重工業は先月開発の最終段階の試験として鹿児島県の種子島宇宙センターでロケットを発射地点に移してエンジンの燃焼試験を行い、打ち上げに問題がないことを確認しました。その上で初号機の打ち上げを来年2月12日に行う方向で調整していることが関係者への取材で分かりました。初号機の打ち上げは当初2020年度の予定でしたが、新型のメインエンジンで想定外の振動が確認されるなど開発が難航していました。 H3 は今後アメリカなどが人類の宇宙進出の足がかりとして月を探査するアルテミス計画にも活用される予定で、国産の新たな主力ロケットとして順調な滑り出しが見せられるか初号機の打ち上げが注目されます。ベンチャー企業 iSpace が開発した月着陸船は今月11日にアメリカの民間企業 SpaceX のロケットに搭載され、フロリダ州の発射場から打ち上げられました。ロケットから切り離された後も安定した飛行を続けているという月着陸船。開発した日本企業は分離後に上部と側面の備え付けのカメラが撮影した地球の画像を新たに公開しました。1枚は分離のおよそ2分後に撮影し、画面左側には青々とした地球が見えます。そして右奥には打ち上げたロケットファルコン9が小さく見えています。もう1枚は三日月のように見える地球を捉えたものだということで、分離の19時間ほど後に撮影されたとしています。企業によりますと、月着陸船は来月20日頃に地球からおよそ140万キロ離れたエリアに到達した後、太陽の重力を利用しながら月に近づき、来年4月末に月への着陸に挑む予定です。高一さんも滞在している ISS 国際宇宙ステーションでは、ドッキングしているロシアの宇宙船ソユーズから液体が漏れるトラブルが発生し、宇宙飛行士の船外活動が延期になっていましたが、22日活動が再開されました。ただ液体が漏れた詳しい原因はまだ分かっておらず、引き続き調査が行われています。